こんにちは、グッピーこずえです。はい、結構前にね、なんかかっこええと思ってこのね、ビクトリノックスのね、ナイフ購入したんですけど、なんかね、ナイフの他にいろんなものがついてるんですよ。私が買ったのは、クライマーというやつなんですけど、なんかこんなんしてね、グッピーコズとか掘ってくれるんですよ。それもめっちゃいいし、ハサミって結局キャンプでめっちゃいると思ってて、ハサミがついてるモデルでお手頃なやつということでこれにしたんですけど、めちゃくちゃいろんなもんついてるんですよ、ね、けど、いざキャンプに行った時に、え、ヌキどれやったっけ、え、これ何使われたっけとか、めっちゃなってる自分がいることに気づいたんです。なんとこの自粛期間中に勉強したいなと思っていろいろ調べてみたんですけど、思ってたより顔ってかでかいな。いや、じゃあ思ってるよりめちゃくちゃ機能あるんですよ。例えば、缶切りの一番先っぽがマイナスドライバーの3ミリになるとか、すっごいいろんな機能があることに気づいて、でちょっとフィールドに出て慌てないように、フィールドとか言ってめっちゃ生きてるし慌てないようにちょっと今のうちにこのビクトリノックスを駆使してお酒を飲んでみようと思います。まずこういうね、ナイフとかハサミでしょ、ちっちゃいナイフやろ、スモールブレード、手紙とか開けたりするみたいな書いてたけどな。でこれがワインのコルク開け、これでちょっと今日かっこよく開けてみたいと思うねんけど、いやだってこれだけじゃ無理やんな、こうテコの原理みたいなやつがないからさ。でもちょっとこれもちょっと挑戦してみたいのと、この引っ掛けるやつ、マルチフック、なんかしらを引っ掛けれるみたいな。でこれがね、結構わからないんですけど、リーマー穴開け千枚通しっていうので、ここに糸を通して最悪テントとか縫えるらしいけど、めちゃくちゃでっかい穴開くっていうものらしくて、これはちょっと謎なので今日は使えないんですけど、これ缶切りと栓抜き、これを前間違えたんですけど、なんていうんですか、こう切れそうになってる斧みたいになってるのが缶切りで、さらにこの缶切りの先っぽがマイナスドライバーの3ミリで、こっちの栓抜きの先っぽがマイナスドライバーの6ミリで、ワイヤーストリッパーっていうのが栓抜きのなんかここの引っ掛けのことかな。これもちょっとね、なんか配線とかをなんていうの、ほぐすものらしいんですけど、これもちょっと謎なのでちょっと今日は使えないかなっていう感じなんですけど、とにかくちょっと暑いので、まずはビール瓶を抜いてみようと思って、コロナを久しぶりに買ってきました。こうやってなんかこれで開けること自体がもうめっちゃかっこよくてちょっとテンション上がってしまうんですけど、やってみますね。いくで、パーリーの始まり。なんかこういうのも一応気にしとこう。よし、乾杯。いろんなのをね、こうメモったんですよ。名前をメモってどこかどこかみたいなのをやってたんですけど、爪楊枝とピンセットっていうのがついてるって書いてるんですよ。でもどこ見てもどこをどう見ても、ね、どこをどう見てもさ、爪楊枝とピンセットどこやねんって思っとってんやんか。ほんじゃあさ、わかります、このこのグレーになってるところ、これがグで、これがまずこう引き出せんねやんか。これがまずピンセットやねん。ほら、これはでもさ、ほんまトゲとかさ、絶対さ刺さる時あるやん、キャンプとかで。うわ、めっちゃすごいと思って、このまたミニさね、すごいと思って、これ見て、これ白い、いやもう何っていう白さで、これもう歯の詰め物取れたみたいな感じのやつ。これ例え悪っ、これがまさかの爪楊枝やねん、すごない？プラスチック素材の爪楊枝になってます。けど私思ってんけど、ピンセットは多分な、もうトゲとか刺さったらパッて使うと思うねんけど、爪楊枝ってなんか使わんかなと思って、このめっちゃ大事なやつでさ抜いてさ、なんか歯とかシーシーすんのめっちゃ嫌じゃない？これマルチフック、この引っ掛けるやつね。でこれの特徴としてはすっごい出しにくいんよね。すっごい出しにくいやつがたまにある。これマルチフックでこの焼き鳥缶をとりあえず開けてみます。こうやろ。おお、簡単に引っかかった。で持ち上げて、あ、なんかかっこいいやん。
おお、私結構爪をネイルとかしてなくてすっごい切るから、これちょっと便利かもしらん。ちょっと洗ってる時にさ、もうなくしそうやから嫌やねんけどさ、今日はちょっと記念すべき第1回目で使ってみる。うっ、グネとかなるし。いただきます。うん、なんか美味しい。やっぱり前に天心の木村さんも言っとってんけど、なんか天心の木村さんはモーラナイフで全然サバイバルなことをせえへんけど、腰にぶら下げてるだけで楽しいって言ってんけど、その気持ちめっちゃわかる。なんか男の子ってこういうのぶら下げたいねって言ってたけど、女の子もですって感じ。もうなんか、うん、あんまりこう硬いものを刺したら折れちゃいそうなので、こう焦げたたこ焼きとかはやめとった方がいいかもしれない。ちょっと待って、焼き鳥がめっちゃ進むねんけど、七味持ってこよう。うんうん。なんかハサミの切れ味が結構いいらしくて、ハサミちょっと切ってみる。なんか後で使う生ハムの、これ普通にオープンで切れんねんけど、これちょっと切ってあげます。ほら、わかる？ほら、結構切れ味がいい感じです。でも生ハムの前にちょっと一旦ちくわきゅうりを作ってきたので、それをこのラージブレードで切ってみます。これで合ってるような。ほら、結構切れ味いいんよね。もう楽しいやん、これでな。チクキューってなんでこんなうまい？めっちゃうまない、これ。じゃあちょっといよいよこれ開けてみようと思うんですけど、まずあれやな、これとかもさ、ちっちゃいナイフで周り切ってみたいなことができるんやな。これなんかちっちゃい方のナイフでこうやったらいいんじゃない？あー、普通のなんかワインオープナーについているナイフより切りやすい。あやでな、ここからが問題。これを沈めないことの話にならへんから、とにかくまっすぐまっすぐ入れて、んでなんかここら辺になんか木をあてがうと、そのテコの原理でみたいなことを見たんだけど、なんかスプーンやけど、え、全然無理。どっちに気を当てがうかがわかんな。どっちやろ、こっちか。お、すごい、見て、こんな私でも、お、いけそう。どっちに当てんのかな。あ、やばい、ちょっと割れてきた。やばいやばいやばい。お、テレデデ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 デ。めっちゃ笑ってます。いや、ぶっちゃけ開くと思ってなかったからめっちゃびっくり。開くんや。あ、おいしい。あ、おいしいわ。おいしいわ、ちょうどいいわ。え、すごい。ぶっちゃけもう開くと思ってなかったから。え、めっちょっとこぼれた。え、めっちゃすごい。すごっ。ラージブレードでパンを切っておつまみを作ります。うん、パンはもうサクサク切れるよね。え、なんか楽しい。うん、切れた。切れ味抜群です。カマンベールチーズって美味しいですよね。
美味しそう。美味しそう。ここほんまにガレージですかって感じ。うん、胡椒が美味しい。めっちゃ胡椒のがめっちゃ風味豊かでめっちゃ美味しい。うん、なんていうの、バケットラムーで88円やってやんか。ほんまにって思う。ほんまにほんま美味しいパン買いにどっか行きたいなと思ったけど無理やんか。今ラムーで88円のパンやねんけど、お酒って美味しい。ほんま最後缶切りを使ってみないとって思うねんけど、缶切りって今あんま使わないじゃないですか。ほとんどの缶詰がプルタブやし。でビクトリノックスの缶切りの開け方みたいなのを検索したら普通の缶切りの開け方もめっちゃ出てくるんやんか。それぐらい若い子とか缶切り多分開けられへん子めっちゃ多いと思う。でこのビクトリノックスの缶切りがなんかちょっと独特っぽく、なんか缶切りって結構こう突っ込んで後ろに引いていく感じ、私はねやってんけど、このビクトリノックスのは前に進んでいく感じで開ける。それで最後缶切りでゆで小豆を開けて、すごいチーズケーキがあって味噌味のチーズケーキ、これに小豆を添えて食べようと思って、こうして、あれこうよな絶対。でもなんかこういう感じで前に進んでいっとってんけど、あ、そうや、やっぱり開いてる。あ、でも結構時間かかりそう。本来みたいなこう後ろにはできへんねや。あ、やっぱり前に行かなかね。こう、すごい時間がかかる。めっちゃ鼻息穴鳴ってるしな。お、いった。北海道小豆が出てまいりました。このままね、も食べたいから半分だけ小豆を。あー、結構飲んだな。最後はデザートを食べて。味噌味のチーズケーキってなんやろな、すごいな。あんま味噌の味せえへんけどな。あ、なんか最後にスワッてくるぐらいかな。うん、美味しい。すごい小豆ついてる、どうしよう。こういうナイフ1本あったら自粛期間中とかでもちょっとキャンプ気分になるから買ってよかったって、小豆味噌チーズケーキを食べながら思います。ややこしい。